こんにちは、ゆっくり以降の新田です。今回は番外編ということで、今期のジェフの北洋についてと鈴木武人 GM についての印象を話していきたいと思います。ちょっと質問いただいてから遅くなってしまったのですが、夏の移籍ウィンドウの終了を待ってこの時期になってしまいました。補強に関しても GM に関しても好みがあると思いますし、ナイーブな話になってしまいますが、あくまで個人の感想ということでよろしくお願いします。あと、まあ言葉の使い方に関してですが、評価という言葉はちょっと偉そうかなと思ってブログなどでもあまり使ってないんですが、リベンジを使うこともあるということでよろしくお願いします。さて、昨年末から今期においての主な移籍に関しての表をまとめてみました。サウザーニャ選手は昨年途中にレンタル移籍しているので今回は入れてません。出場数とゴール数だけで記載しているので、途中出場が多い選手なども活躍したように見えてしまいますが、主力で言えばソロモン選手、チャン・ミンギュ選手あたりが抜けて、コモエ選手、田中選手、日高選手が加入、さらに今回にはドゥドゥ選手が加入したことになりますね。オフ話題になった話をまとめると、一つはソロモン選手、ミンギュ選手といった主力選手が抜けたこと。ただミンギュ選手に関しては3バックから4バックに基本変わっているので影響は少なかったと思います。一方でソロモン選手に関しては今季のスタイルの合わなかったために移籍した可能性もあるのかなと思います。今季は非常にスピーディーで流動的なサッカーをしているため、パワー系のソロモン選手はちょっとフィットしないという予想ができたのではないでしょうか。出場機会が減ることも考えられたので、ソロモン選手のことも考えて、移籍を促した可能性もあるのかなと思います。ただ蓋を開けてみると、小森選手が大活躍したこともあって戦力的にはマイナスにならなかったと言えると思います。ただそれでも個人的にはソロモン選手はアカデミー上がりのストライカーですし、非常に性格の良い選手でしたので、ジェフで育ててほしかった気持ちもあるわけですが、そこに関しては冒頭で話した好みに近いところがあるのかなとも思います。続いて、外国人選手が開幕前にいなかったことも話題になりました。ただこれは私のブログでも昔から話しているのですが、外国人選手にあえてこだわる必要もあまりないのかなとは思ってます。 J2 に降格してから長いジェフですけれども、外国人選手で大当たりしたというのはラリベイ選手とかアランダ選手、あるいはケンペス選手くらいではないかなと思います。クレーベ選手も1年目は得点を決めたんですけれども、守備面やスピード面には課題が大きくて、2年目からは結果が出せなかったですし、ミリガン選手も好きだったんですが、怪我なども多くて、大活躍とはいませんでした。外国籍選手っていうのは比較的予算がかかるでしょうし、特にここ数年はジェフも予算が厳しくなっています。 J2 のクラブを見ても予算の規模が少ないクラブは外国人選手が少ない傾向にありますし、そこはダイレクトに響くところではないかと思います。一方でジェフはシーズン中にメンデス選手とドゥドゥ選手を補強しています。メンデス選手は活躍しきれなかったですけれども、ドゥドゥ選手は見事にフィットしています。これはチーム状況を見て足りないピースを補強した形だからこそ、うまくいったところがあると思いますし、これはこれで賢いやり方ではないかなと思います。また細かいところではJ3 の選手や若手のちょっと無名な選手を補強して成功している印象もありますね。その筆頭が小森選手ではありますが、田中選手などもここまでブレイクするとは全く思ってませんでしたし、 J3 からは日高選手、ドゥドゥ選手、昨年補強した佐々木選手なども主力として今活躍しています。ネームバリューにとらわれない補強をしている印象がありますし、こういった補強は GM を筆頭とした強化部のスカウトが頑張っている証ではないかなと思います。それでも今季開幕前には実際に選手層が薄く、オフの補強に失敗したのではないかといった印象があったのも事実です。2列目でも田中選手、ドゥドゥ選手、風間選手のサブに米倉選手、高木選手、福見選手がいるし、ボランチでも田口選手、三木選手の控えに小林選手がいて、センターバックのサブにも新井選手などがいる。小森選手、田中選手、佐々木選手など若手の成長もあるとは思うんですが、シーズン序盤に選手層が薄く感じたのは離脱者が多かったからではないかなというところがあります。それが怪我なのかコロナなのかはわからないですし、ジェフは怪我人を公表していないので正確には言えませんが、一定期間離脱していた選手を振り返ると、
日高選手、佐々木選手などは初めから負傷していましたし、米倉選手、高木選手、久光選手あたりも開幕時にはいなかった可能性があると思います。そこから熊谷選手、田口選手、小林選手、小森選手、新井一輝選手、末吉選手なども一時的に抜けています。打者が多かったため今季は戦力が薄く補強も失敗だったのではないかと思われがちですが、打者が落ち着いた今はかなり選手層も厚くなっていると思います。そしてまあ人間初めのイメージというのがすごく心に残りますから、今でも今季は戦力が薄い、まあ、補強は失敗したと思われがちかもしれませんが、冷静に考えるとそんなこともないのかなと思います。もちろん離脱者が多かったことはクラブとして昨年に続いての課題ということになりますが、夏以降はむしろコンディションが良さそうに見えますし、現状でも状況は改善傾向にあるのではないかと思います。さて続いて鈴木 GM の印象についてですが、こちらの方が話はちょっと難しいですね。まず人の印象というか評価を考えるのであたって、その人のタスクを整理しなければいけないと思います。ジェネラルマネージャーとはどういう仕事なのか、 GM というのはお金も集めて戦力強化もしてという意見を今でもたまに目にしますけれども、お金集めというのは多分実際にはしていないと思われますね。 GM という言葉が流行り出した頃にそういった言われ方をされていたので、それが残っているのかもしれませんが、現在だと単純にチームの強化責任者という役回りではないでしょうか。ではチームの強化とは何かと考えると、そこは人それぞれ考え方があると思うのですが、まずはチームの方向性を考えて監督人事、補強、若手の育成というものが挙げられるのではないかと思います。補強や若手育成に関しては先ほども話した通りです。スタイルが変わったのですから、主力の入れ替えは仕方ないところがあると思いますし、若手の育成に関しては選手の発掘も含めてうまくやっているのではないでしょうか。外国人選手は少なかったですし、左サイドバックやセンターバックなど若干層の薄いポジションがあるのも気になるところではあります。ただ次の資料を見ると、こちらはジェフのチームの人件費なのですが、かなり厳しくなっていることがわかります。コロナもあるのですが、長引く J2 暮らしで予算も厳しくなっているのかもしれません。ただここはちょっと複雑な話になってくるんですけれども、今年発表された J リーグの資料というのは勘定科目が少し変わっていて、どの費用をチーム人件費に振り分けるのかが変わったのかもしれません。J リーグはクラブの決算と経営開示情報という2つの資料を出しているんですが、経営開示情報で過去のも含めた人件費のページを見ると以下のようになっています。なぜか過去2年間のデータがクラブ決算のデータとは異なるんですね。これはジェフにも関わらずなんですが、他のクラブもアカデミーや女子チームの関連費がやたらと増えてチーム人件費は減っているところがあるので、これまでチーム人件費に入れられた費用がそちらに行っているのかもしれません。それならそれで公表してほしいところなんですけれども、このあたりは改めてブログで話したいと思います。ただいずれにしてもチーム人件費が減少傾向にあることは変わりないでしょう。鈴木 GM が就任したのが2021年からですので、予算的にはかなり厳しい状況でバトンを渡されていることになります。外国籍選手を取れなかったり、ポジションによっては層が薄くなっているところもあると思いますが、リソースが減少傾向であることを考えれば仕方ないところもあるのではないでしょうか。今までは名前のある選手をお金を使って補強している傾向がありましたが、現状ではそれ以上にコスパが大事になってきていますし、13などの補強などを含めてうまくやっていると言えるのではないかと思います。一方で監督人事に関しては、鈴木監督 GM1 年目の2021年、2年目の2022年はユン監督でしたが、結果が出なかったことになると言えると思います。ユン監督は前年の2020年から指揮を取っていますし、1年目に関しては契約が残っていたのかもしれません。そして鈴木 GM は2022年もユン監督を継続したわけですが、これは2021年の終盤に13試合負けなしのクラブ成績を収めたため交代できなかったというところがあるのではないでしょうか。鈴木 GM の方からもっとアグレッシブに行こうという提案が監督に出て、方針転換をしたところから成績が上がり、
最終順位も8位という成績でした。あの状況で変えるというのは無理があるでしょうから仕方ないと思うんですが、結局2022年も結果が出なかったことになります。実際にはもっと主導権を握る攻撃的なサッカーがしたいという意向を鈴木監督からは感じていましたから、本来やりたいのは今年のサッカーで、今年が勝負だったと思います。その2023年に監督として就任したのが小林監督ということになりますが、今のところ良いチーム作りができていると思います。ここ数年のジェフの監督は細かな戦術が指導できずにアバウトなところがあって、ちょっと時代には逆らうサッカーをしていた印象もありますが、小林監督はきめ細やい指導ができる印象があります。攻撃的なスタイルは基本的にジェフの好みにも合うと思いますし、何より成長を感じられるところがいいところですね。夏には若干伸び悩みも感じましたが、積み重ねを作るというのも大きなクラブの課題だったわけですし、しっかりと進化してシーズン終盤を迎えられているということが重要だと思います。監督の印象に関してはまた改めて話すことになると思います。ちょっと思い起こすのは現在の福岡の監督をしている長谷部監督ですね。ジェフでも関塚監督が解任されて一時的に指揮を取って、可能性も感じていたのですが、翌年はエスナイデル監督を選んで続投とはなりませんでした。しかしその後福岡で大活躍をされています。ジェフは選手も監督も経歴だとかネームバリューで優先して選んできたところがありますが、そればかりでは現状のチームでは限界があるということだと思います。予算規模も J2 では上位ですが、圧倒的な立場ではなくなっているわけですし、良い人材を発掘したり育てたりすることで、チームを成長させる必要性があると思います。小林監督に関してはコーチとしてジェフで経験を踏んだ上で万全の準備をして昇格しているわけですし、そのあたりも含めて鈴木GMはしっかりと仕事をされているのではないでしょうか。あとは肝心の結果が残せるかというところですが、そこは見守っていくしかないのかなと思いますね。ちょっと選手とか監督とかっていうのは批判しにくいということもあって GM に批判が集中するところもありますけれども、 GM も話を聞いている限りかなり激務で、年末年始とかは家に帰られないほどという噂も聞きますし、もう少し冷静に評価をしてあげるべきところもあるのではないでしょうか。今回もご視聴ありがとうございました。現在も質問など受け付けておりますので、コメント欄や SNS などで気軽にご連絡ください。またチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。